ロバート・フックは、イギリスの自然哲学者、建築家、博物学者、王立協会フェロー。実験と理論の両面を通じて、科学革命で重要な役割を演じた。成人後の人生は三つの期間に分けられる。当初は貧しいが優秀な科学研究者だった。その後経済的に成功し、1666年のロンドン大化では復興のために、 大いに貢献した。しかし晩年は気難しくなり、様々な論争に首を突っ込んだ。歴史的にあまり名が残らなかったのは、この晩年の諸行が災いしている。男性に関する法則、顕微鏡図譜、生体の最小単位をセルと名付けたことで知られている。その業績からすると、フックについて書かれた文献は驚くほど少ない。一時期は、 法律協会の実験監督を務め、同協会の協議会の一員でもあった。ロンドン退化後の焼け跡の測量を指揮し、焼け跡のほぼ半分の測量を行った。建築家としても有名だったが、現存している建築物は少なく、一部は他人の設計だと思われていた。退化後のロンドンの都市計画に関与し、今もその影響がロンドンの街並みに残っている。 歴史家、アラン・チャップマンは、イングランドのレオナルドと評した。プロテクトレート時代に、オックスフォード大学、ボドム・カレッジで学び、ジョン・ウィルキンズを中心に結成された、応答派の一団に参加した。医学者、トーマス・ウィリスや、科学者、ロバート・ボイルの助手を務め、ボイルが、機体の法則を見出した実験に使った、真空ポンプの製作を手伝った。 最初期のグレゴリー式望遠鏡を作って火星や木星が自転していることを観察し、化石を研究して進化論を唱えた初期の一人となった。光の屈折現象を研究して波動説に到達。物体を熱すると膨張すること、空気が比較的まばらな微粒子でできていることなどを示唆した。測量や地図作成の分野でも先駆的におを残しており、 史上初の近代的平面図を作成した。ロンドン復興時には、格子状の外区にする再建案を提案したが、既存の道路をそのまま再建する案が採用された。重力が逆事情の法則に従うこと、惑星がそういった法則に従って運行していることにほぼ気づいており、ニュートンがその考え方を発展させた。科学的研究のほとんどは1662年に、 就任した王立協会の実験監督として行ったものと、ロバート・ボイルの助手時代に行ったものであるという。フックの顕微鏡フックの前半生については、1696年に書き始めた未完の自伝によるところが大きい。リチャード・ワーラーが1705年に出版した、ザ・ポスチュマス・ワークス・オブ・ロバート・ホーケ、MDSRS でその自伝の原稿を参照している。 ワーラーの著作とジョン・ワードのライブズ・オブ・ザ・グレシャム・プロフェッサーズ、ジョン・オーブリーのブリーフ・ライブズが、フックのほぼ同時代の電気的記録のすべてである。1635年ワイト・ジマ・フレッシュ・ウォーターで、生まれる。兄が二人、姉が二人おり、七年後に、さらにもう一人生まれている。父は、英国国教会の聖職者で、二人の兄も聖職者になった。 当然、ロバートも聖職者になることを期待されていた。父は、地元の学校の責任者でもあり、ロバートの体が弱いこともあって、自宅で勉強を教えた。父は、王党派で、チャールズ一世支持者であり、ワイト島に逃げてきたことがほぼ確実である。ロバートも当然ながら忠実な君主制主義者として、育てられた。幼い頃から観察することが好きで、 機械や製図に惹かれていた。真鍮時計を分解して、木で、その複製を作ると、それが十分に動作したという。製図の技法を学び、石炭、石灰石、鉄鉱石などを原料として、自分の手で素材を作った。1648年に、父が亡くなり、徒弟修行が受けられるようにと父が残した40ポンドの遺産を手にした。 父はロバートが機械好きだということで、時計絵師職人か、装飾写本の絵師になるだろうと考えていた。フック自身は画家にも興味があった。とて修行するつもりで、ロンドンに出たが、サミュエル・クーパーやピーター・レリーの下で短期間学んで、優秀さを見出され、すぐにリチャード・バズビーのウェストミンスター・スクールに入学できた。間もなく、ラテン語やギリシャ語を習得し、ヘブライ語も学び、 ユークリッドの言論も習得した。また、そこで生涯の研究対象となる力学に出会った。学校の通常の教育と並行してバズビーが個人教授した生徒の一人だったと見られている。当時の文献には学校にほとんど出てこなかったとあり、これはバズビーが個人教授した生徒に共通している。バズビーは熱心な応答派でチャールズ一世。 二世時代のイングランドで開花し始めた科学の精神をあらゆる手段で保持しようとした。これはプロテクトレート時代の聖書に忠実な教育とは相反するものだった。バズビーや選ばれた生徒たちにとって英国国教会は科学的探究の精神が神の母号に沿うものとして支持する枠組みだった。例えばバズビーはビショップ・オブ・バス・アンド・ールズになったジョージ・フーパーについて ウェストミンスタースクールで教育を受けた中でも、最高の学者、最良の紳士であり、完璧なビショップだと述べている。ロバート・ボイル1653年、オルガンも習っていたフックは、オックスフォード大学、クライスト・チャーチの聖火隊に居場所を確保した。そこで、医学者、トーマス・ウィリスに出会い、科学助手として雇われ、大きな賞賛を受けることになる。また、自然哲学者、 ロバート・ボイルと出会い、1655年頃から1662年まで、女子として雇われ、ボイルの空気ポンプマチナボイレナの制作、操作、実演を担当した。学士号を取得するのは1662年か1663年頃のことである。1659年、ウィルキンズに空気より重い乗り物で飛行するためのいくつかの要素を説明しているが、 人間の筋力では不十分だと結論付けている。フックは自身のオックスフォード時代を科学への情熱を形成した時代としており、この頃知り合った友人、特にクリストファーレンは生涯にわたっての親友となった。当時のウォドム・カレッジはジョン・ウィルキンズの指導家にあり、ウィルキンズはフックやその周辺に大きな影響を与えた。ウィルキンズも王答派であり、 その時代の不穏さと不確かさに気づいていた。応答派の科学者にとってプロテクトレートが科学を脅かそうとしていると思える切迫感があった。ウィルキンズが開催していた哲学的会合は明らかに極めて重要だが、ボイルが1658年に実施して1660年に出版した実験以外にほとんど記録が残っていない。 このグループが、王立協会創設の中核となった。ボイルの空気ポンプの元になったのは、バランタングレイトレックスの使っていたポンプで、フックは彼について、大事を成し遂げるには大雑把すぎると評している。フックは特に目が鋭く、数学者としても、優秀だった。どちらもボイルには欠けていた資質である。ギュンターは、ボイルの実験で計測値を読み取ったのはフックで、 ボイルの法則を数学的に定式化したのも、フックだったのではないかと示唆している。いずれにしてもボイルにとってフックは得難い助手であり、両者が互いに尊敬し合っていたことは明白である。ウィルキンズが亡くなった時、その蔵書から片見分けしてもらえることになったフックは、トーマス・ウィリスがウィルキンズに贈呈した、著書でアニマ・ブルートレムを譲り受けた。その本は現在はエルカムライブラリーにある。 クリスティアン・ホイヘンスフックの自伝的ノートによれば、1655年頃から天文学に興味を持ち始めたという。1657年頃から序盤にバッティスタ、立長理の振り子機構を改良し始め、重力と刑事機構について研究を進めた。当時の航海にとって大問題だった経度を特定する方法を思いつき、ボイルらの助けを得て、 特許を取得しようとしたと記している。その過程でコイルバネを使った懐中時計を発明している。しかし特許は取得せず、発明をそのままにしておいたことで大きな富を得る機会を逃してしまった。そのことでフックは発明について用心深くなった。全米時計についてはホイフェンスが1675年2月のジャーナルでサバンに発表しているが、フックが その15年前に独自に発明していたことは、ほぼ確実と見られている。1717 17年、ヘンリー・サリーは、パリでアンクル脱身期について、ロンドンのグレシャム大学の幾何学教授だった、フック博士の発明だと記している。ウィリアム・デラムもそれを、フックの発明としている。1660年に、王立協会が創設され、1661年4月には、同協会で、 細いガラス管に水が吸い上げられる現象について議論が起こった。この時フックは管の太さと水位の上昇に相関関係があることを報告している。その報告はマイクログロフィアブザーブ6号に掲載され、その中で重力の流動性についても論じている。1661年11月5日、ロバート・モレーが教会のために実験を監督するものが必要だと、 提案。満場一致で、フックがそれに選ばれた。任命は11月12日に行われ、そこにはボイルが彼を女子から解放したことへの感謝も記録されている。1664年、ジョン・カトラーは、王立協会に毎年50ポンドを提供して、マッカニックレクチャーを創設。フックがその任に選ばれた。1664年6月27日、フックは、 協会事務局に常駐するようになる。1665年1月11日には事務局長となり、カトラーの年金の他に30ポンドの給料が支払われるようになった。王立協会での役割は自分で考案した実験や会員が示唆した実験を行うことだった。初期の実験としては熱した空気を封入したガラス球が冷却されると割れる実験。 生命の持つ熱と炎が同じであることを示す実験などがある。また、犬を開胸した状態で生かしておけることを実験で示し、呼吸が肺への空気の出し入れであること、静脈と動脈の血液が異なることを示した。重力についての実験も行っており、物体の落下実験、物体の重量測定実験、様々な高度での気圧測定実験、 最大61メートルの高さの振り子実験などがある。太陽や他の恒星が1秒間に移動する角度を測定する機器を考案し、火薬に威力を測定する機器を考案した。特に時計用の精密な歯車を作る機械を考案し、フックのなくなる頃にはそれが普通に使われていた。百六十三年から百六十四年にかけて、 顕微鏡を使った様々な観察を行い、1665年に顕微鏡図譜を出版した。アントニ・ファン・レーウェンフックの業績を高く評価し、彼の観察記録をラテン語訳して出版し、また、王立協会会員として招いた。1664年3月20日、グレシアム大学の幾何学教授職をアーサー・ダクレスから引き継いだ。 1691年12月には医学博士号を取得している。特に晩年のフックは短期で、気ぐらいが高く、知的論争で相手を不快にさせる傾向があった。それでもオドムカレッジでの応答派の仲間たち、特にクリストファー・レントは常に仲が良かった。彼の名声は死後に低下しているが、その原因は一般にアイザック・ニュートンとの間の確執にあったとされている。 ヘンリー・オルデンバーグとの時計の機構の発明者がどちらかという論争もよく知られている。ニュートンはフックの死後に王立協会会長となり、フックの業績を覆い隠そうと様々なことを行った。唯一の肖像画を破棄したのもその一例である。レンの息子がレンの生涯について本を書いているが、レンの業績を誇張する傾向が見られ、フックは軽視されている。 フックが再評価されるようになったのは20世紀に入ってからでロバート・ギュンターやマーガレット・エスポナスの研究によるところが大きい。長く無名だったが今では当時の最も重要な科学者の一人と認められている。フックは暗号を使ってアイデアを隠すことがあった。王立協会の実験監督として協会に送られてくる様々なアイデアを試し後にそのアイデアは 自分のものだと主張したという証拠がある。フックは極めて多忙だったため、自分のアイデアを特許化して、事業を起こすといった暇がなかった。科学全体が大きく発展した時代であり、様々な場所で様々なアイデアが生まれていた。それでもフックが、総意に富み、大変な実験施設を作り上げ、様々な業績を残したことは事実である。 重力の逆事情法則を発見したというフックの主張については口実する。男性、工学、気圧測定などの分野で多数の発明や工夫を行ったことは確かである。王立協会でのフックの論文はニュートンの時代に行方不明になっていたが最近発見された。これが新たな再評価につながると期待されている。顕微鏡図譜にある白身の図フックの性格の悪い面に、 ついての記述は多い。最初の伝記を書いたリチャード・ワーラーもその人柄について、卑劣で陰鬱で人を信用せず、嫉妬深いと評している。この、ワーラーの評価が、その後に世紀にわたって、影響を与え、不機嫌で、自己中心的で、非社交的だというフック像が定着することになった。例えば、アーサー・ベリーはフックについて、当時の科学的発見のほとんどを、 自分の手柄だと主張したとしている。サリバンはフックがニュートンとのやりとりにおいて明らかに無法であり、虚栄心の持ち主だったと記している。マニュエルは怒りっぽく、嫉妬深く、執念深いと記している。モアはシニカルで毒舌だったとしている。アンドラードはやや同情的だがそれでも気難しく、疑い深く短気だとしている。1935年。 フックの日記が出版され、フックの別の面が明らかになり、特にエスポナスが詳細に研究している。彼女は不機嫌で嫉妬深いイントン社というフック像は完全に間違いだとしている。フックは時計職人のトーマス・トンピオンや機器製造者のクリストファー・コックスといった名の知れた職人とよくやりとりしている。また、クリストファー・レンやジョン・オーブリーとは、 修正親友だった。また、日記には、ロバート・ボイルと頻繁に会い、お茶や夕食を共にしていることが記されていた。実験助手のハリー・ハントともよくお茶を飲んでいる。ハントの名やいとこを自宅に招いて、数学を教えてもいる。フクは、ワイト島、オックスフォード、ロンドンで人生の大半を過ごした。結婚はしなかったが、恋愛が全くなかったわけではないことが、 日記から判明している。1703年3月3日、ロンドンで死去。死後、グレシャム大学の自室に、かなりの大金を溜め込んでいることが分かった。ストリートヘレンズ・ビショップスゲートに埋葬されたが、墓の正確な位置は分かっていない。フックが描いたの2660年、フックは男性についてのフックの法則を発見。 男性のあるバネの伸びに対して聴力が比例することを示した法則である。当初この発見をケイネススタブというアナグラムで記述し、1678年にその答えウッド天使をシックビスを発表した。フックの男性についての研究の成果としてゼンマイバネの開発があり、それを使ってそれなりの精度の携帯型の時計が作られるようになった。 この発明について、クリスティアン・ホイ・ヘンスとどちらが先かという論争が起き、両者の死後も一世紀以上にわたって論争が続くことになった。しかし、後に発見されたフックの1670年6月23日付の文書で、王立教会で全米バネのデモンストレーションを行ったことが記されており、フックの主張を裏付けている。20世紀以降の視点からすると、 男性の法則を最初にアナグラムで発表したという事実が興味深い。これは当時の科学界では珍しいことではなくホイフェンスやガリレオ・ガリレーラもアナグラムを使ったことがある。アナグラムは詳細を明かさずに先に発見したことを示す手段だった。1662年。 新たに創設された王立協会の実験監督になると、毎週の会合で行う実験を取り仕切るようになり、この職を40年間務めることになった。この職にあったことでフックはイギリスだけでなく世界の科学界の中心に位置することになり、同時に他の科学者らとの激しい論争を引き起こす原因にもなった。上実のホイヘンスだけでなく、アイザック・ニュートンや ヘンリー・オルデンバーグとの論争がよく知られている。1664年には、グレシャム大学の気化学教授に任命され、力学のカトライヨン・レキチャーにも任命された。1680年7月8日、ガラス板の固有振動による振動説パターンを観察。ガラス板に小麦粉をまぶし、その円に沿って弓を滑らせて振動させ、振動パターンを観察した。 このパターンは1787年にクラドニの著書に初めて記載され、クラドニ図形と呼ばれている。フックが描いたコルクの細胞構造フックの顕微鏡を1665年、顕微鏡と望遠鏡を使った観察記録を顕微鏡図譜として出版。これには生物学の史上初の観察が含まれていた。コルクを観察した際に小さな部屋のような構造を発見した。 修道院の小部屋が並んでいる様子に似ているため、これを小部屋という意味のセルと名付けた。しかしコルクは植物の死骸であったために、彼が実際に見たものは細胞そのものではなく、細胞壁であった。フックが使った顕微鏡は、ロンドンのクリストファー・ホワイトが製作したもので、現在はワシントン DC の国立健康医学博物館にある。顕微鏡図譜には、 フックの燃焼についての考え方が含まれている。実験から彼は燃焼には空気に含まれる何らかの物質が関係していると結論づけていた。現代から見ればそれは酸素だということが明らかだが、17世紀には一般的な考え方ではなかった。さらにフックは呼吸が空気の特定の成分に関係していると結論づけていた。 パーティントンはフックがそのまま燃焼について研究を続けていたら酸素を発見していただろうと記している。顕微鏡図譜にある月とプレアデス星団のスケッチフックはこの土星のスケッチで関と惑星が互いに影を落としている部分に注目している。さらに野心的な取り組みとしてフックは光星の距離を測定しようとした。対象として選んだのはリューザガンマ星で、 視差測定で距離を求めようとした。何度かの観測を経て1669年に距離を求めることができた。フックが使っていた器具はあまりにも不正確で、測定結果も正確な値からはほど遠かった。竜座ガンマ星は1725年、ジェームズ・ブラッドリーが高校差を発見した構成としても知られている。構成の距離測定以外にも天文学の分野で活動している。 顕微鏡図譜には、プレアデス星団と月のクレーターのスケッチがある。そのようなクレーターがどうやってできるのかも実験で研究している。手製の望遠鏡を作成して土星の管を観察し、1664年5月には木星の表面にあるウーズを発見した。最初の連星を1664年に発見した。ミルトン・キーンズの境界服が一般に名声を得たのは、 クリストファー・レンの助手として、ロンドンの測量を行ったことからである。フックとレンは1666年の、ロンドン退化後のロンドン復興に尽力し、退化の記念碑クリニチ天文台、後に大英博物館となった、モンタギューハウス、精神病院の代名詞として知られた王立、ベスレム病院などを設計した。他にも、王立内海協会の建物、 ボリックシャーのラグリーホール、バッキンガムシャーは、ミルトン・キーンズの教区協会も設計した。クリストファー・レント共同で、セントポール大聖堂の建築に関わっており、ドーム建設にはフックが考案した工法が使われた。退化後の再建において、フックは、幹線道路を幅広くして、外区を格子状に設計し直すことを提案。この考え方は後に、パリ改造、リバプール、 アメリカの各都市で採用されている。退化後に不動産業者がこっそり境界をずらしていたため、不動産の財産権についての議論が生じ、道路を従来と完全に変えてしまうフックの案は、問題を複雑化させるものとして反対された。土地の境界をめぐるいざこざが絶えず、フックは測量士としての技量と仲裁の才能を発揮して多くの問題解決に当たった。 建築家としてのフックの業績については、クーパーの著書が詳しい。当時、天体観に働く引力や積力を伝えているのはエーテルだと信じられていた。そんな中で1665年の顕微鏡図譜でフックは重力による引力の法則を論じている。1666年には、王立協会でオングラビティと題して講演をし、 移動する物体は何らかの力を受けない限りそのまま直進することと引力は距離が近いほど強くなるという法則を追加した。デューガルド・スチュワートは著書エレメンツ・オブ・ザ・フィロソフィー・オブ・ザ・ヒューマン・マインドでフック自身の世界体系についての言葉を引用している。それによるとフックは次の3点を述べている。すべての天体は重力によって その各部分を中心に引きつけているだけでなく、天体間で相互に引きつけ合って運動する。外部から力が継続的に加わらない限り、天体は単純に直進し続ける。しかし、重力によって天体は円軌道、楕円軌道などの曲線を描く。この引力は天体同士が近いほど強くなる。距離と引力の強さの関係がどうなっているか。 今のところ私にも発見できていない。1670年の講演では、重力はあらゆる天体に作用すると説明し、重力が距離が離れるに従って小さくなること、重力がなければ物体は直進し続けることを説明している。1672年、アイザック・ニュートンが光の粒子説を発表すると、フックは光の波動説で応戦。また、 論文の内容の大部分は自分が顕微鏡図譜ででに発表済みと主張、大きな議論となった。1674年にはアンアテンプとツープルーブ・ザ・モーション・オブザースフロム・オブザベーションズの付録として世界体系の若干進化した考え方を公表している。フックは明らかに太陽と惑星の間に相互に引力が働いていると仮定し、 距離が近いほど引力が強くなるとしている。しかし1674年までにフックが重力について逆事情の法則が成り立つとした記述はない。フックの考えた重力は従来よりも普遍性があったものの万有引力にまで到達していなかった。また、付随する証拠についても述べていないし、数学的に証明したわけでもない。 これらについて1674年に、フックはいくつかの度合いについて私はまだ実験的に検証していないと述べ、最終的に先にやらなければならないことがたくさんあって、これに専念できないとしている。1679年11月、フックはニュートンと頻繁に手紙のやり取りをし始めた。それらの手紙の全文が出版されている。表向きの要件はフックが、 法律協会の通信の管理をすることになったとニュートンに伝えるものだった。そのため、会員からそれぞれの言っている研究について、あるいは他の会員の研究に対する見解について聞きたいという手紙だった。そして、ニュートンへの刺激になればという形で様々な問題についてニュートンの意見を尋ねている。中心となる天体の引力と接戦方向への運動から、 惑星の軌道が構成されること、フックの男性についての法則、当時パリで生まれた新たな惑星の運動に関する仮説、国勢調査を実行、改良する努力について、ロンドンとケンブリッジの緯度の差について、などである。ニュートンは地球の動きを検出する実験として、空中に物体を浮かせて落下させる実験を提案した。重要な点はニュートンが、落下物体が、 水線から逸れることで地球の動きを検出できると考えた点で、もし地面がなければ物体が螺旋軌道を描いて中心に落下していくと考察している。フックはその考察には同意しなかった。その後も手紙のやり取りが続き、フックが1月6日付の手紙で、引力はそれぞれの物体の中心間の距離の事情に比例し、速度は 引力の平方根に比例するから、ケプラーが想定したように速度は距離に比例することになると結論付けている。この速度に関するフックの推論は実際には間違っている。1686年、ニュートンの自然哲学の数学的諸原理が王立協会に提出されたとき、重力が距離の事情に反比例するという見解は自分がニュートンに伝えたのだと主張した。 エドモンド・ハレーの同時代の記録によれば、フックはそれによって曲線軌道が描かれるという点はニュートン独自の説だと認めていた。最近の研究で重力が距離の事情に反比例するという仮説は1660年代末までには広く知られており、様々な人々が様々な理由でそれを発展させていたことがわかっている。 ニュートン自身も1660年代に惑星が円軌道だと仮定したとき、中心方向へ引っ張られる力は、中心との距離と逆事情の関係にあることを示した。1686年5月にフックが逆事情の法則を自分のものだと主張したとき、ニュートンはその反論として他者のフック以前の業績を示した。さらにニュートンはフックから最初に、 逆事情の法則について聞いたのがもし事実だとしても、それを数学的に定式化したのは自分であり、フックは単に観察から大まかに推論したに過ぎないと主張した。一方でニュートンは、プリンキピアのすべての番で、フックや他の先人への敬意を表している。ニュートンはまた、フックとハレーが1679年から1680年に、 かわした所感が天体の運動に対する興味を持たせてくれたとしているが、それはフックがニュートンに何か新しい知識を授けたという意味ではないとしている。ニュートンは数学と工学の発展に大いに貢献した先駆者だったが、一方でフックは創造的実験家であり、あまりにも広範囲に手をつけたため、重力などの研究に専念できなかったとしても驚くべきことではない。 両者の死後数十年後の1759年、アレクシス・クレローは、フックの重力に関する著作を読んで、一見して得られた真理と証明された真理には大きな隔たりがあることを示しているとし、フックのアイデアが、ニュートンの偉大さを現じることはないとした。一時期フックの肖像画とされた絵。今では、ヤンファン・ヘルモントの肖像画であることがほぼ確実と、されている。 ロバート・フックのものとされる肖像画が現存しないことは、フックとアイザック・ニュートンの激しい論争の結果とされることがある。フックが存命中は、王立協会はグレシャム大学で会合を開いていたが、その死後数ヶ月以内に、ニュートンが会長となり、新たな王立協会の会合場所を建設する計画が持ち上がった。1710年に新たな建物に移転する際、 フックの肖像画が行方不明になり、未だに発見されていない。タイム氏は1939年7月3日の号で、フックと思われる肖像画が見つかったと発表した。しかしやレ令モンタギューがその来歴を調査したが、フックとの明確な関係は見つからなかった。さらにモンタギューは、フック存命中のフックの要望に関する記述を発見したが、その内容は、 タイム氏が発表した肖像画とは全く似ていなかった。2003年、歴史家リサ・ジャーディンは新たに発見された肖像画がフックのものだと主張したが、新品機大学のウィリアム・ジェンセンがこれを論爆した。ジャーディンがフックの肖像画とした絵は、フランドルの学者ヤンファン・ヘルモントを描いたものとされている。他にフックを描いたと思われるものとして、次のような作品がある。 2003年、歴史画家、リタグリアがフックを記念するためのプロジェクトを慈悲で開始した。このプロジェクトは、ジョン・オーブリーとリチャード・ウォラーの二つの文献にある、フックの用紙に関する記述に沿って新たに、肖像画を描くことを目指した。グリアの描いたフックの肖像画は、イギリスやアメリカでフックを扱ったテレビ番組で、使われ、本や雑誌や広告にも使われた。フックは、 子孫がおらず、晩年は論争を巻き起こしがちな人物だったため、長らく記念碑や記念式典などがなかったが、没後300周年となった2003年以降、各地に記念名板が設置されるなどしている。ありがとうございます。